では、パールミーツリアルワールドということで、始めさせていただきたいと思います。で、まあ、とりあえず一旦自己紹介っていうので早速始めさせていただきます。ツイッターではマッキーアンスコダブル、まあ、もしくはマコピーって名前でやっていて、まあ、面白法人カヤックっていうところで、今は、サーバーサイドです。パールをずっと書いてます。でも最近カヤックといえば Go みたいな話になってますけれど、まああんまり Go は書いてないです。まあ、周りが結構書いてますね。で、ソーシャルゲームの今開発をやっていて、今作ってるやつは事前登録受付中で、まあ、これ宣伝になっちゃうんですけれど、まあ、これ今作ってるんで、今事前登録受付中でそろそろ多分リリースすると思うんで、まあ、皆さん登録していただけたらなと思います。で、あともう一つ宣伝なんですけど、なんか人事部化計画みたいなのがあって、まあ、僕もなんか人事部だみたいな感じで言われて、まあ、パンフレットを開いてもらえば分かると思うんですけれど、まあ、なんか谷脇誠って出てるのが僕なんで、まあ、指さしてまあ笑っていただくか、この辺ちょっと応募していただくかみたいなことを知っていただけたらなと思います。あとなんかファストパスっていうなんか書類選考がスキップできるみたいなチケットが僕持ってるんで、まあ、興味がある方は声かけしてください。で、さて本題に入っています。で、ウェブエンジニアがまずなぜハードウェアかみたいな切り口からいこうかなと思っていて、で、まあ、僕今ではサーバーサイドの、まあ、ソーシャルゲームの開発をやってるんですけれど、まあ、去年少しだけハードウェアの仕事を、まあ、カヤックでやって、まあ、とある雪山でラジコンヘリを飛ばす仕事なんですけれど、まあ、ラジコンヘリといえば、まあまあ、プロポっていうまあ、リモコンみたいなやつを電波で飛ばしてそれを操縦するんですけど、まあ、それをなんとかして自立で操縦するみたいな仕事で、まあ、僕、まあ、それあなんか興味が僕はハードウェアもともと興味があって、じゃあそれやりますって手を挙げたんですけど、僕はそんなにハードウェアの技術あんまり知らなくて、ウェブの技術しか知らなかったんですね。でも調べたら最近のハードウェアはすごいことになってたっていうのがあって、まあ、使った技術が、まあ、これから話すんですけど、ラズベリーパイだったりArduinoだったり、まあ、OpenCV っていう、OpenCV はまあ画像処理とか、そういうライブラリですね。結構簡単に画像処理をやってくれるライブラリです。で、あと Ansible。Ansible は、まあ、シェフとか、そういう、まあ、インフラを構築するためのフレームワークなんですけれど、それをラズベリーパイに対して、適用するっていう方向で、結構ラズベリーパイが、さっきの仕事をやってるときは4回ぐらい飛んでるんですけれど、毎回アンシブを流しとけば、まあ、なんか復旧するんで、まあ、結構安心してできたっていうのがあります。まあ、アンシブの話は、テックカヤックコムっていうブログ、まあ、会社のブログがあって、そこで去年僕が書いた記事があるのでそれを見てください。で、さて、まあ、これらのハードウェアは全部一般的に入手可能で、まあ、ヘリで使ったハードウェアももちろんそうです。全部、秋葉原で買ってきたりとか、そういう感じで、なんか特定の企業の人がなんか企業向けのカタログ見て発注するみたいなことではなくて、ウェブでちゃんと注文できるハードウェアを全部使いました。で、かつソフトウェアは全部ウェブに通じる技術たちで、まあ、ウェブサーバーを乗っけたりだとか、それを API 経由でスマートフォンからコントロールしたりとか、そういうこともやってました。で、それはまあ苦労もあったんですけれど、まあ、楽しかったので、まあ、その方法を一部だけですけど、まあ、紹介していこうかなと思います。で、今日話すことは、こんな感じで、まあ、ラズベリーパイとアルディーノについて、まあ結構まあ、これはチュートリアルセッションなので、まあ、そこからちょっと行ってみようかなと思って、あとオープンハードウェアっていう概念の話と、あと、まあ、なんかデモしたいなと思ったのでネギを振るっていうのと、あと、まあ、最後にまとめみたいな感じで書いています。で、話さないことをとりあえず言おうかなと思って、あとハンダ付けはなんかデモハンダ付けをしてほしいとか言われたんですけれど、まあ多分会場から怒られるなって思ってちょっとやめとこうって思って、あと回路設計はまあ要望がなんか僕ちょっと大学ではちょっとかじってたんですね、実は。で、まあそういうのも僕興味があるんで、まあ別の機会になんかまあ僕RD の入学式みたいなのを1回だけちょっとテストでやってみて、まあ、そういうところとかも一回やればちょっとやってみようかなと思います。あとガチのアルディーノって、まあ、ガチのアルディーノってなんだっていうのはちょっと後でちょっと話そうかなと思います。まあ、懇親会とかでアルディーノだったり、エンベッドっていう、まあ、別のボードもあるんですけど、そういうハードウェアに興味がある人は僕に声をかけてください。多分ハブとかに飲んだくれてます。で、まあ、その他ガチ電子工作まあガチな人ちょっと本当にお友達になりたいんで声かけてください。
で1章いきますね。ラズベリーパイとアルディノっていうテーマで話していこうと思います。まずラズベリーパイですね。ラズベリーパイ、多分アルディノとラズベリーパイどっちが比べたら、まあ、どっちがウェブに近いかなと思ったら、まだ確実にこっちなので、こっちからこう話していこうかなと思います。まあ、これなんですけど、これ、まあ、写真ではでかいんですけど、クレジットカードサイズで、まあ、なんか、いろいろついてて、アーム、なんか、700MHz ぐらいのアームっていう、まあ、スマートフォンとかで使われる CPU が載っていて、まあ、512MB の、まあ、メモリを持っていて、この辺はどうでもいいんですけれど、SD カードが、まあ、なんか、起動ディスクになってたりだとか、あと、LAN がちゃんとついてたりとか、ちゃんとついてるっていうのは他の、なんか、僕はなんかハードウェアから来た人なので、ちょっとハードウェアかじったので、まあ、ボードに LAN が載ってるのは結構すごいなって思ってるんですけど、まあ、世間的には普通かなと思います。で、あと USB が、これだと2個あります。で、HDMI と RCA、普通の黄色ジャックのビデオがついてて、まあ、これで画面出力しろよみたいな感じになってます。あと、まあ、オーディオジャックもついてて、まあ、給電は、USB ポートが後ろにケツの方についてて、パワーって書いてあるところですね。まあ、そっちについていて、まあ、これを、まあ、なんか、パソコンだったり、まあ、よくある USB 充電器だったり、そっちから、まあ、マイクロ USB で給電してあげて、起動するっていうようになってます。で、まあ、で、これでパラ動くのかっていう話ですね。まあ、ヤプシーなんで一応。まあ、で、まあ、ちゃんと動きますと。で、普通の Linux は結構意外に動きます。まあ、ラズピビアン Linux で、まあ、デビアンのラズパイ向けカスタムだったり、ヌーブスっていう、まあ、独自のディストリなのかちょっと、まあ、よく調べてないんですけれど、まあ、初心者向けの GUI がちゃんと搭載された OS だったりだとか、フィドラっていうフェドラのラズパイ向けカスタムがあったりあります。あと、フィドラっていうのが結構面白くて、ラズベリーパイ、まあ、画面が当然ついてないので、画面がついてないので、まあ、つなげたとして、LAN につながったとしても、そいつの IP アドレスがわかんないですね。で、IP アドレスがさえわかれば、SSH で、SSHD は立ってるんで、まあ、入ることはできるんですけど、どうやって IP アドレスを知るかというと、ピドラの場合、イヤホンジャックに、オーディオ、まあ、スピーカーだったりとか、イヤホンだったりとか、つなげると、IP アドレスを喋り始めるんですよ。そういう機能があって、もう本当になんか至れ尽くせりだなって思います。まあ、僕はデビアン派なので一番上のやつ使ってます。で、まあ、そもそもラズパイの目的何なのかっていうと、小中学生とか発展途上国向けの IT 教育のために作られていて、まあ、RCA ビデオジャック、まあ、黄色ジャック、まあ、今時日本はもうハイビジョン化されてるから、大体 HDMI がついていて、黄色ジャックなんてついてないだろうって思うかもしれないですけど、まあ、発展途上国のブラウン管テレビとかは当然それがついてるので、それを繋げてもらって、それを使って、まあ、PC として使うっていうために使われてます。あと、マインクラフトっていう、まあ、ゲームがあったり、ゲームのラズパイ版とかも配布されていて、しかもそのラズパイ版は Python でカスタムができるんですね。Python っていう、まあ、ゲームがあるんですけど、Python でカスタムできて、しかもなんか自動化とかもできて、多分それを使ってな結構子供たちがいじってるっていうのをイメージがあります。で、カノっていう、キックスターターで結構、人気を集めてたプロジェクトがあって、まあ、これ、ラズベリーパイと、あと、キーボードと、各種ケーブルだったりだとか、あと、ケース、色がいろいろ選べるケースとかがついてて、まあ、独自の OS も積んでいて、それでなんかこれでみんなでPC を組み立てて自分だけの PC を作ってみようとかそういう子供向けのオールインワンの PC キットも売ってて、これは先進国向けだと、2台分の値段を払って1台は自分の、まあ、子供だったり自分だったりに送ってもう1台は別の国の子供に送るみたいなシステムになってます。で、まあ、しかし、まあ、大人も注目して、まあ、子供向けとはいえまあさまざまなプロジェクトが起こって、なんかこの辺とか結構いっぱい集めてきたんですけれど、なんか左上のやつとかは、ほとんど Linux とかで MAME っていうアーケードの、ゲームのエミュレーターがあるんですけれど、それを使って、ちっちゃい、アーケードっぽい、筐体を、筐体はレーザーカッターっていう機械で来てるんですけれど、それで作って、まあ、そういうおもちゃを作るっていうプロジェクトだったりだとか、あと、他だと、ラピーロっていう日本のプロジェクトなんですけど、まあ、ロボットを自作できるみたいなんですけど、
これにはアーディの互換基板が付いてたりだとか、ラズベリーパイを付けられたりとか、それでカスタマイズとか、機能を付け出すっていうことができるようになっています。まあ、そんな感じで、まあ、ビジネスとして結構発展しているっていうのがラズベリーパイの今状況ですね。はい。でラズベリーパイはじゃあなんで注目活用されているのかっていうのを話そうかと思います。あとまあ安いっていうのがあって、さっき言った、USB コネクタが2個ついて LAN がついてるやつがタイプ B モデル B かな、モデル B ってやつなんですけれど、それが4000円ぐらい でそれに最近 B プラスっていうのが追加されて、まあ、それも同じ値段ぐらいで売ってるんですけれど、それは USB が4つついてたりして、あと電源系が強化されていて、僕もこの前買ってで、さっきUSB をこう挿したり、B は電源系がちょっと弱いんで、USB の LAN とか LAN とか無線 LAN とか、あと USB モニだとかそれを抜き差ししてると電源が落ちることがあるんですよね。でも B プラスは結構堅牢で抜き差ししても落ちないってことがあります。あとまあクレジットカードサイズで、でも他にも同種のものは結構あって、もともとビーグルボードっていうやつがあって、それがまあ大体9000円、もっと1万円結構超えたかなぐらいので売ってたんですけれど、まあ、それも高性能かつ安い、まあ、子供向けなんで 安いっていうのがあって出てきたっていうのがあります。でも今でもビーグルボーンブラックっていう5000円もっとしたかなぐらいのやつも出ていて、それは一応ラズベリーパイよりはスペックが高いです。まあでもピンとかの互換性はないので、まあまあ、Linux はちゃんと動くんですけど、まあ、ハードとして使うには互換性はそんなにないですね。で、あと環境が整っている、まあ、さっきみたいにプロジェクトがいっぱい起こってるんで、まあ、もともと初心者向けっていうのもあったんで、まあ、OS が Nubes っていう専用の初心者向けの OS だったりだとか、あと、まあ、他にもツールだったりだとか、まあ、そういうのが至れり尽くせりいっぱいあるし、作例もたくさん多い。まあ、これはもともと作例が多いから発展したのか、発展したか作例が多いのかどっちかは分かんないんですけれど、まあそれで作例が多いから、まあ、みんな使ってみようってどんどん流入してる。で、まあ使わない理由はないみたいな感じに今なってます。で、僕が注目したのは GPIO っていうラズベリーパイのと結構注目の機能で、まあこれ、まあ結構今日はハードウェアの話なんで、ハードウェアの有利なんですけれど、まあ、こういうピンがラズベリーパイのボードには立ってるんですよね。こういうピンっていうのは電極なんですけれど、でこれは、一つ一つがコマンドからオンオフできるんですよ。それによって LED をつけたり消したりだとか、モーターを駆動させて駆動させなかったり、まあ、そういう感じで直接、低レベル、物理層のレベルで現実世界に介入するため介入できるっていうのが結構でかいかなと思っています。もちろんビーグルボーンとかもそういう機能はあるんですけれど、まあ、結構手軽に使えるのがラズベリーパイの特徴です。で、電気を見聞きし、喋るってことはどういうことかって、もちろん、さっきの、つけたり消したりっていうのを言ったんですけれど、入力させることもできて、それは、共有できます。ので、こいつは出力に使う、こいつは入力に使うみたいな使い分けも可能です。で、モーターなどの、まあ、駆動機器の動作は、まあ、人間で例えると、手だったり、足だったり、あと、まあ、他にもいろいろあると思うんですけど、そういう動作に例えられたり、あとその入力するセンサーをつなげてあげることによって、まあ、互換として活用できるっていうのがありますので、これによって例えばさっきみたいなロボットだったりだとか、まあ、自動化などを進めることが、まあ、ラズベリーパイだけでできます。まあ電気っていう最も低レイヤーをお手軽に扱えるのがラズベリーパイだと僕は思っていて、まあ、そういうところでまあ、もともとハードウェアに興味がなかった人だとか、やりたいけどどうしようかなって思ってる人はちょっと4000円ぐらいかかっちゃいますけれど、まあ、1回買ってもらって、まあ、SD カードちょっと挿してもらったらそれだけでそういう環境が整っちゃうので、まあ、試してみてはいかがかなと思います。で、じゃあちょっと次ちょっと早押しなんでちょっともうちょっとゆっくりいきますね。アルディーノの話をしていこうかなと思います。まあ、アルディーノっていうのはさっきのラズベリーパイは、ボードが、まあ、これですね、これなんですけど、アルディーノも似たようなサイズで、こいつですね、こいつも似たようなサイズで、ただし、機能が圧倒
完全に全く違います。電気をさっき言った電気をオンオフしたりとか入力させたりとかそういうことに、特化していて、あと8ビットマイコン、あの皆さん32ビットだったり64ビットだったりのパソコンを使ってらっしゃると思うんですけど、こいつは8ビットのマイコンを使っています。マイコンも使っていて、あのマイコンっていうのは、ワンチップ IC の1個の中に、まあ、コンピューターとして必要なメモリだったりだとか CPU だったりだとか出力だったりだとかそういうのをいっぱいもう搭載されてるんですけれど、まあ、こいつは、そのマイコンを搭載していて、まあ、それだけでもコンピューターとして完結するんですけど、それを助けるためにいろんな周辺チップだったりだとかピンだったりとかが入っているのがアルディーノです。で、8ビットなんで当然処理能力が非常に小さくて、ラズベリーパイだと、まあ、あのオーディオ処理ぐらいだったら結構楽ちんにできて、画像処理までいっちゃうとあのだいぶきついんですけど工夫すればできる程度なんですけれど、アルディーノはだいぶきつくて、あのまあだいたい足し算引き算ぐらいで精一杯ですね。で、USB は、入力専用で、まあ、入力専用っていうのは、これはパソコン、あの PC、ホストコンピューターから、アルディーノに対して、プログラムを書き込む専用のもので、アルディーノに何か USB メモリだったり、Wi-Fi だったりを挿して、それを使うみたいなことは、まあ、基本的にはできないんです。例外も一応あります。ホストになれるアルディーノもあります。で、Linux などはまあもう当然到底動かなくて、まあなんか、あの、OS とかは全くなくて、それを、OS を変えさずに直接ピンを叩くみたいな感じになります。で、まあ一応、さっきの通りですね。これでパールは動くのか。まあ動かないなっていう感じですね。で、まあそうなんですけど、まあハードウェアとして、単体では、まあ見た通り、全然使い物にならないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、エコシステムが非常に強力で、アルディーノっていうのはハードウェア単体の話、あの、名前ではなくて、まあ、後で話す ID だったりだとか、あの、コミュニティだったりとか、それ全体を通してアルディーノだと思うので、それが結構強力だなと思います。アルディーノ ID、さっき話しましたね。アルディーノ ID っていうのがあって、これはアルディーノに必要なものを全て詰め込んだソフトウェアで、エディターもついてるし、コンパイラーもついてます。あのアルディーノ言語っていう、まあ、なんか C 言語と C++ をちょっと足したようなみたいな感じの言語を使うんですけれど、まあ、アルディーノ ID はそのエディターだったりコンパイラだったり、あと、他に書き込み機能、まあ、書き込みは当然あの特殊なプログラムが必要なので、それを書き込む用のプログラムもちゃんと積んでいますし、あとシリアルモニターっていう、シリアルっていうアルディーノの機能があるんですけれど、それを使ってあの PC とかに対して、信号を送ったり文字を送ったりっていうことができます。で、それを見るため の, あのモニシリアルモニターっていう画面というか機能があって、まあ、それも、まあ、他の環境であんま見たことがないんですけれど、こいつにはちゃんとついていて面白いなと思います。はい、次、あとシールドっていう機能というか、あ、そういうものがあって、シールドっていうのは、アルディーノってこう周りに、よく見ていただいたら分かると思うんですけど、ピンがあの緑色だったり青色だったり、そういうピンがパン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 立ってるんですけれど、まあ、これはちゃんと規格で決まっていて、これはまああの、剣山のように立ってるんですね。それに、上からこうピンがちゃんと合うような形のシールドっていうものがあって、それを刺すことによって、あの機能を拡張できるんですですね。真ん中のやつが、アルディーノ単体にはあの表示機能はないので、真ん中のやつはあの7、数字を表示するディスプレイだったり、あと LED だったり、あと他にも Wi-Fi 機能だったり、あとモータードライバー、モーターは、アルディーノ単体の電源供給能力ではあのモーターは結構でかい電力を消費するので、あなかなか焼き切れたりしてしまうので、あのそれを増幅する、信号を増幅するような回路が組まれているシールドだったり、あとあのシールドはあの重ね掛けもできます。あの機能が被らなければ、だから例えば Wi-Fi の上にさらに LAN を乗っけるさらにディスプレイを乗っけるみたいなこともできます。あと SD カードを読み書きする機能とかもありますね、シールドの中に。で、あとライブラリですね。ライブラリーなんか初めからついてるやつとかいっぱいあったりとか、あとコミュニティに結構転がってたりするのがあって、しかもそれを結構簡単に使えたりとかします。
まあ、こんな感じ、左みたいな感じで、まあ、スケッチっていうんですけど、プログラムのこと、Arduino のプログラムのことはスケッチっていうんですけれど、まあ、それをライブラリーってところから引っ張ってきて、こう、パーって貼って、それを即書き込むことで、まあ、なんか作例みたいなやつと全く同様の環境が作れたりとかします。で、さらに、隣が、グローブスターターキットって書いてありますけれど、まあ、こういうなんか、Arduino を前提としたキットみたいなの結構売られていて、まあ、Arduino を1個持っていて、で、もう一つキットだったりとか、Arduino 用の何かみたいなのを持っていると、こう組み合わせて、いろんなことができたりとかします。まあ、しかもこれ、まあ、このグローブってやつは、ハンダ付けとかいらずにブレッドボードもいらなくて、コネクタをパチパチするだけで、まあ、使えるキットになってます。まあ、これはちょっと後で紹介します。で、僕は、ラズベリーパイと、Arduino をこう、使い分けようかなと思っていて、ラズベリーパイでやりたいことは、まあ、画像処理はちょっときついかもしれないけど、エンコード、まあ、とか、まあ、そういう重たい、Arduino にはちょっときつい処理だったりとか、あと複雑なアルゴリズムを要するもの。PC 向けのライブラリとかは結構すぐ動きやすいので、まあ、それを Arduino 用に移植するよりは、ラズベリーパイでちゃっちゃと終わらせてしまう。っていうことがしやすいですね。あと、超簡単なオンオフ程度のハードウェア制御って言ってるんですけど、なんで超簡単なって言ってるのかというと、ラズベリーパイは、そのピンが CPU から直接出てるんですよね。それによって、PWM っていう方式を、という、PWM っていう、信号の方式を使うと、オンオフをめちゃくちゃ、こう、何メガヘルツみたいな単位で、こうやったりするんですよね。それをやってしまうと、すごく CPU を食ったりするんですね。他の処理が全くできない。なんか、ラズベリーパイの、まあ、特徴、メリットが完全にスポイルしてしまうので、これこうあまり複雑なオンオフ処理とかをするとだいぶきついことになってしまう。で、 Arduino でやりたいのは、まあ、自作の電子部品とかを、まあ、使ってハンダ付けとかしたり、あと自作のシールドとかも作れるので、そういうので連携したりするケースだったりだとか、あと Arduino のライブラリがすでにある場合はもう取り込んで、それちょっと動かす、変えるだけで、まあ、自分用のものに作り変えることができるので、まあ、そういうところが便利だなと思います。あと、さっき言った PWM 制御みたいな、高速にオンオフをやる場合、ラズパイだと、まあ、さっき言ったように CPU を食っちゃうので、ちょっときついなと思います。普段は、この2つを組み合わせることが多くて、冒頭で話したヘリの案件なんかは、ラズベリーパイとアルディーノを組み合わせてます。アルディーノは2台分積んでますね。まあ、それは機能ちょっと多かったので、アルディーノに任せる機能が結構多かったので、それは分担させようということで2つ分積んでるんですけど、まあ、それは後の章で、まあ、どうやって連携させるのかなっていうのは紹介したいなと思います。はい。じゃあ、この辺でちょっと一旦質問とかあれば受け付けようかなと思います。今、ちょうど半分ぐらいですかね。なんかないですかね。はい。はい、どうと言います。はい。PWM 制御をラズパイでやると電力を送るということなんですけども、実際にどんな弊害が出たという事例はありますでしょうか。電力を食うというよりは CPU のパワーを送ってしまう。 CPU のパワーっていうのは、CPU 使用率のことですね、単純に。なので他の処理が全くできなくなってしまうってことですね。もちろん工夫したいだとか、直接なんかハードを叩くみたいな、そういう処理をすればもしかしたら可能かもしれないんですけれど、コマンドを叩いたりだとかライブラリ経由で叩く分にはだいぶ僕はきついなって感じました。ありがとうございます。他にありますか。ちょっと駆け足で進んでるんで、ここ分かんないよとかあれば大丈夫ですかね。じゃあ次いっちゃいますね。はい。じゃあやっと第2章ですね。まあ、オープンハードウェアっていう名前で。で、なんか、まあ、普通のソフトウェアライセンスで、オープンソースライセンスっていうのが、まあ、GPL だったり、MIT だったりあると思うんですけど、まあ、自由な再販布が可能だったりだとか、ソースカードが結構入手できやすいだったりとか、派生物を作ってもいいとか、まあ、そういう、ライセンスの縛りだったり、自由だったりとかあると思いますね。でも、ハードウェアにもそういうものがあって、ハードウェアにおけるオープンソースっていうのは、まず、ハードウェアのソースっていうのを定義すると、
ファームウェア、ハードウェアに直接乗っかる用、乗っかる用の、その上で CPU が多分あると思う、あったりとかすると思うんですけど、それが使う用のファームウェアだったりだとか、回路図、まあ、回路図だったり、電気の。あと、部品情報、これを使ってください。これを使、この抵抗、まあ、抵抗を使ってくださいだとか、この定数値で作ってくださいだとか、そういうのがいっぱいあります。で、あと、基盤配置図。まあ、さっきの Arduino だと、まあ、こんな感じで、まあ、結構正確にこの図は作られてると思うんですけれど、IC がそこにあって、で、USB がそこにあって、みたいな感じでこう配置されていると思います。で、もちろん、これらの間には配線があります。で、大抵 Arduino の場合、二層基盤が、二層基盤というのは表裏かな。二層だったら表裏じゃない。表裏、回路が、巡らされてるんですけれど、当然電気回路なのでまたぐことができません。だからそれでまあなんかいろいろ結構頭をこねくり回したりとか、最近だとコンピューターがアルゴリズムにのっとって考えて、まあ、こう配線すれば他の信号と被らずにうまいことそこにたどり着けるみたいな感じで引く必要があります、まあ、こういうのは結構手間で、まあ、そういう時にまあ、回路基盤配置図だったり回路図だったりとかがあると、何ができるのか、まあ、アルディーノの例だと、アルディーノはオープンハードウェアです。アルディーノだと回路図は全部公開されています。で、ファームウェアも全部公開されています。で、これはUNOって、アルディーノUNOっていう機種なんですけれど、まあ、これサイトに行った PDF で落としてこれるんですね。で、基盤配置図もイーグルっていう、フリーではないですね、シェアウェイですね。イーグルっていうエディターで、回路図と基盤エディターみたいなのがあって、それの形式で反復されています。で、つまり、これは何を指すのかというと、簡単に、アルディーノを自作することができます。アルディーノはだいたい、2500円とか、3000円ぐらいかな。それぐらいするんですけど、お値段それぐらいするんですけれど、まあ、パーツを買ってくることによって、まあ、この機能いらないから捨てようみたいな。例えば、USB いらないから捨てようみたいなこともできるんですよ。まあ、どうやって書き込むのかっていうのは、ちょっと、まあ、僕に後で懇親会とかで聞いてほしいんですけれど、まあ、どうやって書き込むのか、まあ、そうだね。USB 捨てたりだとか LED 省いたりとか LED もっとつけたりとか、あと基板を小さく作りたい、そういう時に回路図とかあると便利で、アルディーノを自分用に作って自作することができます。で、現にクローンがいっぱい存在して、これアルディーノがアルディーノ、という、まあ、団体があるんですけれど、そこは作ってるわけではない機種ばっかですね。なんかアメリカのなんか電子工作サイトが作ったやつとか、そういうのがいっぱいあって、まあ、これはまあオープンだからやってもいいんで、まあ、こういう指先なんか持ってるやつとかめっちゃちっちゃいやつですね。ちゃんと USB もついてますけど、あとブレッドボードに直接させたりだとか、面白いのが左下の丸いやつですね。これっていうのは導電糸っていうのが世の中にあって、まあ、電気を通す糸っていうのがあるんですね、まあ、それによってこれを服とかに縫い付けて、で、LED とかも縫い付けて、で、それで、こう、服に LED とこいつをつけることによって、光る服とか作れるんですね。ハンダ付けとかしてですね。まあ、そういう、まあ、これ LED パッドってやつですね。やつなんですけど、まあ、こういう、まあ、クローンとかもお手軽に作れることができます。あと、安かったりしますね。クローンって。で、まあ、LED を自作するメリット、さっきも話したんですけど、機能を追加。することですね。モーター制御回路、さっきも言ったんですけれど、アルディノの単体だとモーターを、駆動させるには全然電気が足りないので、増幅回路を積んだりだとか、フットプリントっていうのは、まあ、基板のサイズとか、実際に基板のサイズとかですね、それを小さくして、ヘリではそうだったんですけど、2枚分のアルディノの機能を、1枚の、1枚に収めて、高さも抑えて、ラズベリーパイに乗せれるようにして詰め込んだっていう経緯があります。まあそういう感じで、何をやりたいかによって、まあこう、基板を変えたりとか構成を変えたりすることができます。で、さらになんでそこでしてアルディーノを使うのかとか、もう基板自分で作れるぐらいだったら、マイコン直接使っちゃえばいいとか、あと基板、別のマイコンを使ったらいいとか、そういう話になると思うんですけど、まあ一番大きいのはアルディーノのエコシステムで恩恵を受けられるっていうのがあって、実際にさっきの Arduino ID だったりだとか、ライブラリだったりだとか、まあ、シールドも工夫すれば載っていることができるし、そういう感じで、まあ、Arduino を使う
自作しながらアルディーノプラットフォームに乗っかるっていうメリットは十分にあると考えています。はい、ハードをオープンにするっていうのは、まあ、発行を促すっていうのもあるし、エコシステムも発展しやすい。で、流行ると模造品がさっきいっぱいみたいにいっぱい出てくるんですけど、アルディーノとかラズパイ、まあ、ラズパイもオープンハードウェアです。回路図が公開されています。CPU まではちょっとわかんないですね。回路図までは公開されています。で、まあ、名前を使う、まあ、そういうのは名前を使うのをライセンスで制限していて、まあ、自分らが出した、許可したやつじゃないやつはアルディーノって名乗るなみたいな話になっています。で、オープンになれば、まあ、ハードウェアでもマッシュアップっていう、まあ、ちょっと5年ぐらい前かな。まあ、そういうのもあると思うんですけど、まあ、できるってことですね。はい、じゃあちょっと時間も欲しいので、ちょっとネギ振っていきたいと思います。はい、まあ、なんか、こう、さ、トーク概要を2ヶ月ぐらい前に書いたんですけど、なんか、最後の方に電圧の測り方からカジュアルの電子回路の組み方、パールを使ったネギの振り方までって感じで言ってて、なんかデモしたいなと思った時に、あ、これ見て、あ、ネギ振るの忘れてたと思って、ちょっと昨日か一昨日ぐらいから、大急ぎで作って。で、ネギを振るってなんだよっていう。で、もともとニコニコ動画っていう、まあ、サービスで、初音ミクの動画でネギを振るっていうものがよくあって、で、ニコニコ技術部っていうコミュニティがあります。で、それはなんか電子工作だったり、もうプログラミングも含む、ソフトウェアも含むんですけれど、そういったところでネギを振るっていうのが結構入門動画でよく題材になっていて、まあ振るだけだったら結構いろんなものできるんですよね。LED だったり、あとオシロスコープっていう電圧の波、波形を見る機械があるんですけれど、それの中でなんか波形を初音ミクの形にして振るみたいな動画もあったりとかして、まあ結構面白いな。で、いろんなものにネギを振ってると。じゃあ僕はなんでネギを振るかっていうと、まあ、ハンダ付けなし、ブレッドボードなし、アルディの言語は書かない、パールは書く。いや、不思議なんで。まあ、そんな感じで作ろうかなと思ってます。まあ、材料はラズベリーパイ、モデル B。あ、ラズベリーパイ使わなくていいですね。で、アルディのレオナルドっていうのは、レオナルドっていう機種があって、まあ、それが家にあったんで、転がってたんで、それをちょっと使う。で、あとグローブシステム。さっき言ったやつですね。で、グローブシステムっていうのは、こういうちっちゃい部品がいっぱい売ってるんですよね。グローブ、シードスタジオだったかなっていうアメリカの通販サイトがあって、日本でもセキサイエンスっていうところからよく買えます。で、まあ、こういうシールド、さっき言ったアルディのシールドですねを乗っけて、まあ、こういう感じでつなげて使うと。で、これだったらハンダ付けもいらないしブレッドボードもいらないけれど、まあ、こんな感じでいろんな種類があるから、まあ、いろんな回路、まあ、工夫次第で組めるので便利だなと思います。で、それを使うためのライブラリもすでに完備されていて、まあ、アルディの言語とかよくわかんないよみたいな人は、こういうのを使って活用すると、だいぶ自分の何、あれを自動化したりとか、まあ、そういう用途に、合うかなと思います。で、ステップ1、ラズビー、まあ、ラズビーパイじゃないんですけどね。アルディのでおしゃべりする。まあ、フィール、ファルマータかな。ファルマータっていうのを使う、っていうプロトコルがあって、ファルマータ、アルディーノとか他にもエンベッドとか、あとピックだったりとか、そういうマイコンと PC の間をこう通信し合って、そういうプロトコルがあります。ミディベースですね。で、お手軽導入可能で、どれぐらいお手軽かというと、まあ、LED を、光らすっていうのは、でもちょっと時間がないので飛ばすんですけれど、フィルマータを、まあ、これもちょっと飛ばすんですけれど、スケッチっていうのがさっき言ったライブラリがあって、まあ、こういう感じでフィルマータスケッチの例からフィルマータたどって、スタンダードフィルマータっていうのをクリックした後にそれをもう何も手いじらずに書き込むと、まあ、書き込むと、それだけで、まあ、もうアルディノ側の準備は OK で、ハードの方はアルディノとグローブシステムのベースシールド、さっきの、シールドですね、それを接続して、LED を、まあ、D4 っていうコネクタがあるのでそれで接続する。で、アルディーノとラズベリーパイをつなげます。で、それで LED はピカピカ光ります。で、サーボモーターを使う。サーボモーターっていうのは、まあ、こういうやつで、角度を自由に決められる。普通モーターってこう正方向で逆方向に、まあ、ずっと回転し続けるだけだと思うんですけど、サーボモーターはこの角度に止めてって言ったらその角度にガッて止まるモーターです。これを D3 につなぐ。で、ウェブアプリ化、アモン2っていう、まあ、パールのフレームワークがあるんで、それをアモン2で、それを、まあ、UI はこんな感じで、まあ、名前を思いつかったのはネギフリって書いちゃいましたけれど、まあ、こんな感じで作りました。
で、ウェブこの Web アプリの機能は WebSocket で角度情報を受信して Web アプリ側が、でその後はレディスに、まあ、あのちょっと時間がなかったのでレディスにもサクッとレディスが立ってたんで、まあ、サクッと書き込んで、まあ、レディスの値を監視しつつ変化があればアルディネに送信するみたいな結構簡単なやつを作りました。でちょっとデモしたいと思います。でちょっとミクさんちょっと画像のカメラがうまく動かなかった。まあウェブアプリの方とかちょっと時間あったら見せようかなと思ったんですけど、この辺とかも省略します。よいしょ。つながらない。つながれ。まあ、こんな感じで、まあ、見えないかなじゃあウェブアプリで作っていて、この辺こいつも来てない、まあ、これはラズベリーパイ、これラズベリーパイです。ラズベリーパイにラズパイカムっていうカメラがあって、まあ、これをよいしょ、まあストリーミングでちょっと見せてるんですけど、こっちはこっち向けたもんですね、映るんだったら逆光か厳しい、こっちこっちだったらいいですね、いいですね。まあ、これでわかりますかね。触れてって、でまあなんかつまんなかった、起動しないといけないワーカーを、サーバーにつながらない、ちょっと待ってくださいね。繋がってないな。あーやべえなこれ。やめようかなという。まああとでイベントホールにいるので。それで行きます。これキュンキュン動くんですけどね。しかもパールだけで動くんですけどね。で、あともう2分ぐらいですね。ハードウェアはまあ確実に自分で作れる時代に来ていて。まあハードウェア結構手売り、自分で作って手売りすれば、まあ、昔はアップルの一番初めのやつとかは手売りしてたと思うんですけど、それがまたやってきたなと思います。あとメイクフェアっていうイベントがあります。であと IR キットっていうプロダクトがあります。でこれは、中身は RD の互換基盤で、何の機能かというと、まあ、Wi-Fi 経由でエアコンだったりテレビだったりのリモコン操作ができるっていう機能、デバイスで、まあ、それを、全てオープンです。これはさっきのようにオープンハードウェアであって、ファームウェアだったり回路設計だったりとか筐体のやつだったりとか全部オープンで行われています。でそれを個人でやっていて、まあ、まさに個人が自分で手作りして売る時代になった。でがっつりやれずに作れる時代っていうのは、まあ、さっきのハンダ付けだったりとかブレッドボードとかもいらないってことですね。であと、まあ、足りないなって思ってるのはエンジニアリングとしての仕組みか、シーパーみたいなやつとか、もっとお手軽にライブラリとか使いたいなと思うし、あと勉強会ワークショップ、僕の観測範囲が狭いだけかもしれないんですけど、まあ、そういうのもちょっと足りない、他のウェブ言語 と比べたら足りないなと思うし、あとテスト環境ないんですよね。まあ、これはアルディの目的的にはかなってるのかもしれないんですけど、そういうのも足りないので、まあ、ハードウェアの人と出会いたいなって僕は思います。で、まあ、それなんで、まあ、いたら紹介してほしいし、あなたがそうであれば僕の友達になってください。じゃあ、以上です。ありがとうございました。